今日から8月、札幌では真夏の味覚、札幌スイカが出荷され、初競りが行われました。今朝、札幌市中央卸売市場で初競りにかけられた札幌スイカは、札幌市手稲区の特産です。山口地区の水はけが良い砂地で育ち、シャキシャキとした食感と甘みが強いのが特徴です。初競りにかけられたのは、糖度の高さと日持ちの良さで、贈答品としても優れているマイティ21という品種で、2玉1万円の最高値がつきました。今年は特にずっと30度超え、蒸し暑さがずっと続いてたので、成長が早まって日焼けもせず、とてもいいものができました。札幌スイカの出荷は来月上旬まで続く予定で、札幌市内のスーパーなどで販売されます。